今日は新潟の方でして、東日本最大のですね、ホテル&マンションプロジェクトであります、新潟駅前大通りのですね、ホテル&リゾート新潟駅前大通りですね、起工式に、を開催しましてですね、この中の方も何人かご参加いただきました。いろいろ大変大騒ぎで、コロナでコロナばっかりなんだけれどもですね、じゃあ他と比べたらどうなのかと考えればですね、3000人も亡くなる新型インフルエンザとかですね、年間10万人も亡くなる肺炎、その肺炎のうちのコロナもですね、新型肺炎ということを言っているように肺炎の一種でありましてですね、それによって亡くなる人の数は日本では768人と聞いています。世界ではですね、ほとんどが白人国家を直撃の様相を呈してましてですね、死亡者数の五大国といいますか、亡くなった人の多い国はみんな白人国家で、アメリカ、イギリス、イタリア、フランス、スペインというこの上位5カ国はすべて白人国家であります。上位10カ国を取ってみましてもですね、6位からブラジル、ベルギー、ドイツ、オランダ、カナダとありましてですね、非常にですね、イランが9位に入るだけでして、あとはみんな白人国家というような状況です。ある意味ではですね、白人国家に対して直撃を与えるような人工のウイルスを作ったんじゃないかということを勘ぐりたくもなるようなデータでして、幸いにして日本と中国と韓国と台湾は似たような人種ですから、被害がたまたま少なかったというようなことも言えるのかなと思っています。しかしそれにしてもですね、そういう他と比較してですね、どうなのかということを考えないとですね、非常事態宣言をただ伸ばしてやればいいというけど、それによる経済的損失の方がですね、はるかに大きいんじゃないかと。これがですね、何日も続いてですね、また延長するというようなことを言って、この前言うと5月いっぱいまで、延長するというようなことも言ってます。少し一部はこの後、明日これですか、解除の話もありますがですね、いずれにしてもこの経済を止めたことの方がですね、それによって被る損害とですね、またそれによってなくなってしまう、いわゆる資金が回らなくなって自殺するという人も多分増えるんじゃないかなと思います。そういう意味ではですね、統計学的確率計算に基づきですね、その一局面だけを見ないでですね、全体を見た対策をやっぱり取っていく必要があるわけでしてですね、報道もコロナ一色の報道がずっと続いています。コロナで一人死んだら大ニュースですけど、インフルエンザで死んでもニュースにならないという現状ですしですね、その何十倍何百倍もの肺炎で死ぬ人もニュースには全くならない。またまたそういうコロナの騒ぎでですね、非常事態宣言出てる中ですね、麻雀しとったから言うてですね、辞任を世話したりだとかね、それからまたそういうのにパチンコ行ったとかいうことでですね、大変です。さまつなことでですね、メディアは話題を作るようにしてですね、細かいところを糾弾してますが、もっと大局観に立ったですね、国益という観点に基づく重大ニュースを報じるべきであってですね、個々人がですね、パチンコ行ったからって言って、どこかがどこか変わるわけでもないし、麻雀してたからって変わるわけでもないにもかかわらずですね、そういうニュースはよく売れると。いうことでそういうニュースを取り上げてしまってしまうことが私は問題だと。本当はどうなのかということを知ればみんな保守になるというのは、私は本当のことを知ってもらう機会としてこの所有事故を開催いたしております。誰かの話を暗記するんじゃなくてですね、多くの人のそれぞれの意見を聞きながら自分で考えると。だから講演の時間も10分程度に区切ってですね、何人もの方がいろんな観点から講演をいただいています。これまで述べにしたら何百回かね、290回だった。今回、東京だけでも107回ですからね、290回ぐらいやってると思います。
まあ、いろんな市の方にもご覧いただきました。まあ、そういう意味ではですね、私が伺っていましてですね、ちょっとおかしいかなと思うときには質問をさせてもらいます。ちょっとまずいなと思うときには私は質問して、黙って聞いたときはまあいい話だなという感じでありまして、タイムキーパーは私がやってましてですね、10分間で終わりですけども、いい話はちょっと長くても大丈夫です。あんまよくない話は5分ぐらいしたらもう時間ですよということをさせてもらいます。まあ、とりあえず今日のですね、非公式のものをちょっとビデオで、ご覧いただければと思います。以上です。